皆さんおはようございます。女子服大好き緑川です。今日は横浜駅に来ています。これから根岸線に乗って朝の元町商店街へ向かいます。朝の根岸線は通学の高校生で混んでいました。通学の方々のお邪魔にならないようにかなり緊張しています。この電車は京浜東北根岸線各駅停車大船行きです。次は桜木町、桜木町。お出口は右側です。この電車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら、駅をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。真ん中の線路は東海道貨物線の高島支線です。先日の生麦付近で見た線路です。次は阪内、阪内。お出口は左側です。横浜市営車ブルーラインは届いています。電車は関内駅へ。前に見える商店街が伊勢崎モール。後ほど行ってみようと思います。次は石川町、石川町。お出口は左側です。そして石川町に到着です。石川町でも多くの人が下車します。それでは元町商店街を目指します。今回は元町商店街のこちらで朝マックです。元町商店街の中にあるのでちょっぴりラグジュアリーです。またここへ朝マックしに来たいな。商店街のお店はまだまだ開店前です。元町ユニオンは京急系のスーパーですが、ランドマーク的な存在です。この辺り老舗のお店がたくさんあります。街をぶらぶら歩くには楽しい場所ですね。人が少ない時間帯なのでゆっくりとお散歩ができます。少し中に入った場所にある内木パンも有名なパン屋さんです。今度はスーツを着てカフェしに来たいな。朝の癒しの元町商店街の散歩でした。次回は関内駅方面へ散歩を続けてまいります。ご視聴いただきありがとうございました。